これより外観被害住民連絡会調布の第1回目の記者会見を始めさせていただきます。本日は大勢のメディアの方にご参加いただきましてありがとうございます。私たちも先月11月に立ち上げたばかりの被害住民の会でして、何分にもこういったことは慣れない初めてのものばかりですので緊張しておりますけれども、不行き届きな点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。本日の流れですけれども、昨日のネクスコの、中間報告を受けまして、昨日の今日なのでなかなか準備も難しいんですけれども、住民の方としての考え方や、いろいろなことをお話しさ思いをお話しさせていただければと思います。まず10分程度滝上代表の方からお話をさせていただき、続いて、菊池副代表、川村副代表の3名がそれぞれの立場でご説明させていただきます。でその後ですね、今日集まっていただいた住民の皆さん の生の声もお聞かせいただきたいと思います。お聞かせしたいと思いますので、ぜひ皆様からもご質問などよろしくお願いいたします。はい、それでは竹上さんお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。ちょっと本当に連日連夜という形で、昨日もネクスコの3時間半に及ぶ、会見をテープ起こしして読み込むみたいなことをやって、朝方もバタバタとっていう、ということで、基本的には2ヶ月ちょうど経ちまして、10月18日から、調査が進んできて、いわゆる有識者会議がその調査結果を受けて、一応中間報告ということで昨日、小泉委員長以下、ネクスコ関係者がいろいろとルール説明 したと思うんですね。いずれにしても私どもはいわゆる、貨物空洞の、周辺住民で、まだ因果関係はっきりはしてませんでしたけども、外観被害住民、連絡会という名称をつけて、やはりこれは外観に絡むものだということで、それを、18以降いろんな形でネクスコやらいろんなところ働きかけて、我々もそれをどう考えるかということで、ここまでやってきました。で今日はたまたまいい機会ですので、皆さんいろいろと取材をしていただいたり、私どもがなかなか、その聞けない話とかもお聞きになっていると思うので、ぜひまたそのうちを借りたいという服も意味はありまして、今日お声掛けしました。でいずれにしても昨日のネクスコ有識者委員会の調査報告というのを聞いて、大体が皆さん私どものと共通した、受け止め方はとても住民が納得するような説明にはなっていなかったということと、調査結果を受けた有識者委員会の説明が非常に不十分であったと。で小泉さんの説明も非常にある意味では専門家としてはちょっとずさんなところがあるぐらいに、大雑把って、おおらかといえばおおらかなんですけども、そういうことでこの大変なプロジェクトをやっているのかという印象が随分ありましたね。で2ヶ月経っていわゆる被害の復旧とかそういうものをですね、であと空洞がないかとかってそういうことについては、だいぶ時期が進んできまして、だいぶはっきりしてきたと思うんですけども、ここで改めて私どもが昨日の、ブリーフィングを聞いて思ったことは、やっぱり大震度法という法律で始まったこの工事はやっぱり大震度法の欠陥というか、一番起きてはいけないことが起きたという現場の人間にとっては大震度法をここで改めて考え直す、でそれで本当に住民の安全を保ってまた屈伸を始められるのかと、昨日の印象を言えばもうそこにつきますね。
安全安心を確保できるような説明がこれからできるのかという、細かいことはこれから出ますけども、要はその事前調査というのが非常にその、あまりある意味では雑な調査で進んできたんですよね。それはいろいろルール、その小泉院長も言ってましたけども、住宅地のエリアなのでなかなか細かい調査ができない。でいろいろ大臣の法を読んでみたりすると、いろいろそれと閣議決定なんかでそのいろいろと言ってることは、その100メートルに1回ぐらいのそのボリューム調査を入れろとかね、いろいろあって、でこういうこともネクスコ言わないんですよね。だいたい 5,60 本ぐらいの、ボーリングは結果的にやってきているようなことを言うんですが、じゃあどことどこって、そういう詳細私も調べてるんですけど、で問いかけると結局曖昧なんですよね。それが過去の調査とか他の環境アセスメントでやったとか、結局ねごまかすとは言わないんですが、この外観のルートで、事前調査をきっちりして安全を確保してこの工法を進めるってことに全然そういうものを整えてないでやっぱりやってしまおうという。で小泉さんって人は面白い人で、そう掘ってみなきゃ分かんないよっていう言い方を何回もするんですよね。で土の中はいろいろあるからねって昨日も言っていて、まあ一番びっくりしたのは、一つは例えば橋を作るだろうと、でまあそれは1000年耐える橋を作ったとするだろうと、でも2000年の 一度の災害が起きちゃったらその日に倒れちゃうだろうと、そんなことの可能性を考えて工事なんかできないよって、それ科学者の言うことかと。で私はやはり安全を本当に慎重にやって進めるべき工事を、そういう大雑把なだろうとか、だから皆さん聞いてみると推定とか予測とかそういうことで大体大丈夫だろうと。で東辻ヶ丘で起きた陥没空洞ですね、あのエリアにボーリング調査が入っていないんですよ。これ最大のやっぱりねポイントなんですね。で平均200メートルごとにボーリングをすることになっていると、ネクスコ側は言うんですよね。だからその数字出さないんですよ。簡単に言うと16メートルだから80本やってなきゃおかしいんだけど、80本じゃあちゃんとマップにかけるかっていうと絶対データ出してこない。でごまかすんですよね、前のデータがあったとか、で国土省がやったものがあるとか、で今回起きた東辻ヶ丘のエリアの周辺はスポーンと抜けてるんです。400メートル以上ですか、空白になってるんですね。で昨日の言い草が、このエリアは川があって、そのなんていうんですかね、その降雨があったらそこに、川に集中してきたりするって、その土壌が、こういう土壌で、あったって、でもそこでそういう意味でのエリアの地質だの、これまでの経緯だの、あそこは造成されているの、じゃあそこをなぜボーリングしなかった、ぜひ聞いてくださいよ皆さん。なんで言えないんですよ、何回聞いても。で明日説明会ありますけど同じ質問します、絶対言いません。だからメディア入れたくないんですよ、そういうことを聞かれたくない、逃げるというよりはごまかす、ごまかしゃなんとかなるかっていう、もう安全性の問題ってそんなもんじゃないでしょうと私は思います。だからポイントはやっぱり第新法というものを作ってしまって、でつらつら見るともう60年代からいろいろあって、効果の問題からあって、大震度法にしようと誰かがそういう知恵を出して、これいいねと下掘っちゃおうと、地下を利用しちゃおうと、で地下はもう誰のものでもないから
勝手に使えるぞと、公共といえば使えるぞという法律を作ったんです。それは東京都がやっぱりある意味であの考えてましたね。やっぱり環状線を作りたいっていう、東京都 の建設局のは、この間ちょっと職員と話したんですが、三環状なんとか委員会とかあって、そこの職員、ちょっと話しましたけど、やっぱり東京都っていうのはそういう都市整備でやらなきゃいけないところで、これいいねっていうので、それをいろいろ国に働きかけて、国土庁もいいねということで、それでだんだん建設大臣になる、なんだろう、で石原、元知事が出てきてやっちまおうと、で強引に大新法っていうのを作って、40メートル以上はもう地表には影響を与えないと、で地権者みたいなものはいないと、そこに何か保証はすることもないと、何が起きても大丈夫だと、大丈夫だっていうか、それは、権利を主張できないっていう法律を使う、無保証で何も通告しないで掘れちゃうっていう法律を作った、これが一番今の差し掛かってる問題ですね。で昨日の、話の中で小泉さんはこれ大震度法に問題ないんじゃないのって言い方です。で詳しい方教えてほしいんですけど、小泉さんこう言ったんですよ。大震度法、なんか上で何かあったら保証するんじゃないの、これ知らないで掘ってんのかって。大震度法には書いてないですよ、おそらく他の法律で歯止めをかけてるはずです。で基本的には全く住民に通告しないで勝手に掘れると、こんな無茶苦茶な法律を通して、で石原慎太郎が何かのセレモニーでこれは国家の道路だとぶち上げてね、だから住民の顔は全く見ていないと。長くなりましたけども、非常にその意味でのレクスコ事業者としての体質っていうものも、今回私ども住民としていろいろと、彼らとやり取りをしましたけども、ひっひっと感じますね。危機感がないんですよ、緊張感がないんですよ。0120で苦情を言ったりいろいろ問い合わせをしてもたらい回し、今やっとね、なんか職員が出てきて応対していくようになりましたけども、で普通に企業に勤めてる方々は何かが起きた時、自分たちの会社が不祥事を起こした時には危機管理委員会とか危機対策本部っていうの置くでしょ、聞きましたけども何にもないんですよ。事業だから関東、道路工事事務所が今仕切ってるんです。その上の人たちの顔は見えないんです。で最後に言いたいんですけども、2年前に就任したレクスコ東の小畑徹という社長は、新日鉄から海運会社の社長をやって壊れて、でその時の就任挨拶がまだホームページに載ってますが、私は長年ねそういう海運をやってきて、安全というものにものすごいやっぱりそれを大事な安全を最優先して私がリーダーシップ取るって、で人が10月18日の事故の19日の翌日の、こんなことになるとは思わなかった、それで2ヶ月経って昨日すみませんって、社長は何考えてんだっていうのが、私の安全を謳って安全第優先で海運なんかやってるとね、やっぱりそういう交通運輸っていうのは安全をまず考えなきゃいけないんですよ。で彼らの頭にあるのは道路の安全ですね。だから道路に台風で石が起こってきた、倒木があった、でそこ通行、今雪がねあれですだけど、穴を掘っていくことについて、だから社長もあまり認識がなかったんじゃないかと、これは言いたいです。だから上に立つ者が安全というものを言いつつ、下の者はただ動いている。これでもだから国交省もそうですけども、国家と
都のふぬけた職員の対応っていうのを僕も、まあ、怒りはしませんでしたけど、その程度かってやっぱり言いましたよ。さあそれはネクスコさんに聞いてくださいですよ。事業をもともと作ったのは都ですよ。で国に持ちかけてこれはいいねってやり始めて事業を振ったのがネクスコです。これはね、本当に国家の事業っていうのは、これはこんなことであっちゃいけない、住民のことを全く無視していると。ちょっと長くなっちゃったかな。そこまで言いたかったので、とりあえず言って、あともっと細かいことを副代表の方から出ると思います。後で質疑を受けたいと思います。菊池と申します。よろしくお願いいたします。私たちは昨日の中間報告が出るだろうということをちょっと小耳に挟んだものですから、その前にぜひとも今の事業者の調査の様子を見ていますと、もともと最初に小泉委員長は土砂の取り込みすぎがあったんじゃないか、でその可能性が高くて空洞説は低いだろうと、空洞の可能性は低いだろうというふうにおっしゃってたんですけれども、調査のやり方を見てますと地下水の関係の調査が非常に多いように見受けられましたので、その方向で持っていかれると困ると思いまして、それで質問書を回答して出しています。で今日手元にお配りしました調布陥没空洞事故で明らかになった外観の問題点の後ろにその質問書と、それから昨日出ました中間報告の中から、回答が出ているものは矢印で回答をつけてあります。で個々に今日はお話ししませんけれども、その中から代表的な問題点だと思われるものをお話ししたいと思います。で最初に、こちらの一番上の問題点というところでお話しさせていただきます。で今滝上代表からもお話がありましたけれども、ボーリング調査位置の設定の粗さということでお話しします。昨日小泉委員長はボーリング調査っていうのはこういう住宅地では敵地を見つけるのが非常に難しいというようなお話があったと思うんですね。でだから今回東辻が丘2丁目ではそのうまいボーリング調査ができていなかったんだっていうような趣旨のお話だったと思うんですけれども、実は今回陥没があったところのすぐそばにネクスコの所有地とそれから国道事務所の管理地があるんです。で、もう一つこちらに地図をご用意させていただいているんですけれども、星印の白い星印の4つが実際に事業者がやっていたボーリングの位置です。で真ん中に陥没箇所がありまして、でその両脇にネクスコの所有地とそれから国道事務所の管理地があります。で実はこの2つではボーリング調査をやっていないんですね。住宅地であってもこのようなルート上にぴったりポイントルートの上に事業者の土地がありながらそこでボーリングを調査をしなかったことが今回の問題を引き起こしたと言っても過言ではないと思います。結局こちらの地図の左の方にありますけれども、この円盤状のものがされ地層で今回の問題を引き起こしたと思われる地層なんですが、この地層が、東西にどういうふうに伸びているかっていうことを本来は確認すべきだったはずなんですけれども、その必要性についてはトンネル施工等検討委員会では
そういう追加のボーリングをすることの、話も出なかったんですかって昨日記者の方からご質問あったと思うんですけれども、そんな話も出なかったって小泉委員長は答えてまして、非常にびっくりしました。誰一人トンネル施工等検討委員会の有識者の中からそういう意見が出ないで、このままやり過ごしてしまって現在に至って、でそのことが問題で今回の陥没事故、それから空洞も起こったっていうことですので、本当に私たちはそういうこんなに軽い有識者の下での事業で犠牲にならなくちゃいけないということに本当に怒りを覚えます。で今に至ってもですね、小泉委員長がここは特殊な地盤だっていうふうに言ったんですけれども、じゃあその特殊な地盤がどういうものだったのかっていうことは結局ボーリングをやってないから分からなかったわけですね。で今回の事故のボーリングにおいてもトンネルの真上までのボーリングはしてるんですけれども、さらに 深いトンネルの断面そのものの地層がどういうものだったかっていう、さらに16メーター深いボーリングは どこでもやってないんです。ですから本当にこの地層を未だに捉えられていないのに、あんなに地盤、ここは特殊な地盤だ、特殊な地盤だっておっしゃることについて非常に疑問に思っています。で次ですけど、ごめんなさい、掘削土量のことについてですけれども、昨日の会見でも委員長は外観ではその掘削土量の管理について推定する方法と管理地の精度を上げることが必要っていうような話だったんですね。で掘削土量がしっかり管理できなければそれこそ陥没や空洞はどんどんできるわけですね。それなのに未だにそれが推定でしかない、それから制度が間違ってたんじゃないかっていうことを平気でおっしゃってることに本当に科学者としてのお力を疑ってしまうような発言でした。で最初にその会見の時に委員長が言ってたのは土砂の取り込み過ぎ説を根拠づけるためにはネクスコ東に対してリング数ごとの細かいデータを要求していますっておっしゃってらしたんですけれども、昨日もう2ヶ月経ってますけれどもそのデータが出てきてないのにことについても非常に不思議に思いました。どうやらその土砂取り込み過ぎ説をこう封印するために空洞説で持っていこうっていうような私は印象を受けました。で実際にそのもっとより丁寧に掘削土量管理をしている京王地下工事などのものがありますので、こちら の URL をご参考までにつけてあります。それからもう一つは施工管理ミスです。これは今回昨日の中間報告では9月の8日からですか、カッターが回らなくなったっていうことを言われていまして、で実際に9月の10日前後にマシンが通過した、私の通りもそうなんですけれども、そこでは地上に異変が起こっているんですね。でそのことに対して一応ネクスコはその確認に来てるんです。9月の17日に住民から報告が上がって23日に確認に来てますけれども、そのことについては何も私たちはどういう検証を行ったのかも聞いていませんし、
それこそ有識者委員会にもこのことについてはかけられなかったっていうふうに聞いてまして、で、まあ、初めてその昨日の中間報告で9月の8日にそういうトラブルが始まっていたっていうことが分かったわけです。で、この時点で本来大震度法は地表に影響を与えてはいけないっていうことが、もう地表に影響を与えたっていうことが明らかになったのですけれども、だからすぐに対応しなければいけないはずだったんですが、そのままこれ添加剤って言いまして、シールドマシンのカッターの前面にうまく土を取り込みやすい、取り込みやすくするためにシェービングクリームのような気泡を使ってるんですけれども、それが、こちらこれが気泡なんですけれども、砂礫の地盤ではこの気泡だけではなかなかうまくいかないってことは分かっているんですね。それでそのためにベントナイトっていう、 こう粘土の粉末みたいなもの、そういうものを併用してやったらうまくいくっていうような論文もあるんです。で、昨日の中間報告にもその論文が出てましたけれども、そういうことの本当に情報収集をしていたのかっていうことも疑われるようなことで、結局気泡だけで進んで、でもどうにも動かなくなってしまったっていうのが今回の実態だったと思います。そしてですね、こういうことが先ほど代表からもありましたけれども、安全管理能力が全くない事業者なんじゃないかなっていう不安を非常に覚えるところなんです。で、さらに次はですね、第三者機関がないっていうことなんですけれども、結局トンネル施工等検討委員会の中の委員が今回も有識者委員会として検証委員になってるんですね。ですから自分たちが自分たちを第三者的な中立的な立場で見るなんてことはありえないと思うんですけれども、そういう形で今検証が進んでいるっていうことに不安を覚えます。で、例えばですね、トンネルの大きさなんですけれども、外観のトンネルは口径が 15.8メートルです。ですけれども、大震度法の技術指針は15メートル以内を以内にするようにということになってるんですね。で、ところが 15.8 メートルですけれども、これについてはそのトンネル施工等検討委員会の有識者3名がこれで大丈夫ですっていうお墨付きを与えて、今こういうふうに工事が進んでまして、で、昨日委員長がスケールデメリットについてはちょっと考えてなかったんだよねみたいな、そういうことだったと思うんです。本当に15メートルでも問題だったかもしれないのに、それを超えたことで 15.8 メートルでやったことが本当にもしかすると問題だったのかしらっていうような疑問もあります。それからもう一つ、同じ技術指針の中に併設トンネルの利確があるんですけれども、今回も北行きと南行きと2本の線がシールドマシンが走っていくんですが、その利確は私たちのところは、約4メートルっていうふうに聞いています。で、本来は安全のためには併設トンネルの利確は 1D っていうのはトンネルの大きさですけれども、うん、トンネルの大きさは約、まあ、15.8 ですから16メーター
だとすると2つのトンネルは16メーター離れていないとお互いが影響し合って問題が出るかもしれないから、安全のためには16メーターの利確を持つっていうふうになってるんですが、もし、まあ、利確がそれだけ取れない場合、半分の場合には特別な検証が必要ですっていうことでなってるんですね。それで、0.5D っていうのはまあ8メーターですよね。でも実際は私たちのところは4メーターです。で、その検証がどういうふうになされているのかっていうこと、そのことについても質問してますけれども、一向に回答は来てないまま、このまま今回のようなお粗末な施工管理のやり方でこんな陥没とか空洞とか次々に起こしているような、本当にそういう委員会の下で行われている事業で大丈夫なのか、そういうこともぜひ皆様からも確認をしていただければなっていうふうに思います。以上です。川村と申します。よろしくお願いいたします。昨日のネクスコの記者会見では、なぜこの問題が起こったのかについては予測できなかった悪い地盤によって問題が起こったと主にされているように思いました。繰り返し説明がありました。しかし予測されていたにもかかわらず、調査も被害を軽減するためのさまざまな方策、例えば凍結法ですとか地下水流動保全法ですとか、全部万全ではありませんけれども、多少とも被害を軽減する方策、それらを取らずに安易に強行したということの単なる言い訳に思われました。陥没現場から100メートル、ルート上100メートル北、京王線の北側甲州街道の手前のところにネクスコの土地があります。ルート上です。そしてそこでネクスコは丁寧なボーリング調査を行っていました。そしてそこのデータで地盤のリスクが極めて高いということが実証されました。そしてそこは上は京王線甲州街道です。今回私たちの住居の地盤は日経さんのおかげで3センチ以上隆起しているところ、沈下しているところもあるし、1センチ隆起しているところもある。そして沈下しているところは未だ終わらず沈下し続けているというデータを出してくださいましたけれども、このネクスコはここのボーリング調査によって5360億円もの5360億円もの事業費を増加する根拠の一つに使いました。地盤のリスクです。そしてこの悪い地盤はネクスコの資料にも出ていますけれども、中央ジャンクション南、つまりその今私が言いましたボーリング地点から陥没地点をも超えたところにまで広がっている、同じ地質が広がっているということがもう2年以上前からネクスコの資料に出ています。予測はされていました。で、そうであるにもかかわらず、昨日小泉院長は入間川が暴れまくったもうと言われて、この地域を言われたにもかかわらずボーリングで調査確認もしないでそのまま安易な工事を強行してしまったということなんですね。で、ちょっとこれ重複にもなりますけど重要なことなので、またボーリングの話ちょっとさせていただきますけれども、陥没地域の周辺のルートの上にはネクスコと国道事務所管理地がしっかりとあります。そこでボーリング調査を
確認することができたはずです。しかしなぜかネクスコはそこを避けました。そこでボーリング調査をせずにあえて300メートルも高台のつつじヶ丘駅の向こう、それから百数十メートル高台の地点でボーリングを行い、そこのデータを根拠に安易な工事を進めたのだとすれば、ネクスコさんの土地等々ルートの上ではまるっきり行っていません。それは住民からすると強い言葉にはなりますけれども、データの偽造に近いと思わざるを得ません。小泉委員長はボーリングをしなかったことについて、住宅地に穴を開けて掘るわけにはいかないと釈明されていますが、ルート上にネクスコと国道事務所管理地があることをご存じないのでしょうかね、委員長でありながら。いずれにしろ前述の5360億円の増額のためのボーリング調査は、この地域からたった100メートル北のルート上で丁寧に行われました。しかしそれは私たちの地盤をシールドが通過することには何の役にも立ててくれませんでした。で、そこの地盤のリスクと、この陥没のあったこの地域の地盤のリスクとは、地質的には同じ耐水性が極めて高い、砂や礫っていうのは耐水性が高いわけですけども、耐水性が高い砂層で、粘土ですね、粘着性のある粘土などは極めて少ない、つまり非常にリスクが高い、シールドを使いにくい、その地域なんですね。で、入間川の河川敷地域ということでも共通しています。で、トンネル工事を施工する場合には同じリスクがあるので、詳細な事前評価、事前調査が不可欠であったにもかかわらず、北100メートルではしっかりやって5000億円以上もの予算増額をしましたが、私どもの陥没のところではボーリング調査できるところもあえて避けて、そして安易な安上がりな調査を強行しました。で、このように大震度法はネクスコさんのように事業者の善意が期待できない場合、事前調査をもう行わず安易に強引に掘り進め、住民の安全軽視を許してしまう構造を持ってるんですね。大震度法はそういう構造にあるんですよ。で、ボーリングをする適切な土地を持っているにもかかわらず、あえて遠くで行うという無責任な事業者を許しています。大震度法は国土交通省や東京都による事業認可の審査も同様と言えるでしょう。大震度法により住民の同意を取得する義務を免除された無責任な事業者による、無責任な国や都による事業認可による、この安易なトンネル工事の強行が許されてしまっています。大震度法の立法の趣旨は市場に影響を与えない、だから大前提がそれですので、地権者の承諾必要ないというのが大震度法の重要な構図、大前提です。しかし空洞、陥没、そして今回分かった地盤沈下、私たちの日々の生活が脅かされているというシビアな現実によって、この大前提は崩れ去りました。それに対して昨日ネクスコの社長が責任を認め詫びたという事実によって、大震度法の前提が完全に崩れました。直ちに大震度法の
このような構造を見直すことによって、このようなあってはならない事故の再発を防止していただきたく強く願います。再発防止のためにも、当面資産価値の下落で、これは皆さんもう一生かけて気づく何千万円が今ゼロです。また1億何千万の方もいらっしゃいます。ゼロです。売れません。資産価値の下落に対する保証、土台も含めた家屋の損傷、うちは土台もひび入れられました。将来もですね、今ではなく今進行しているということがありますので、将来も含めた完全な保証を速やかに実施していただきたい。で、この地下の大震度による工事は全く地上に影響を与えないということを、私は実際に被害が出るまで信じ込んでいました。しかしこのような現実に直面して、これは私だけの問題ではなく他の地域でも再発させてはならないと強く確信しています。そして資産価値の低下につきましては、老人ホームに売っていい老人ホームに入ろうと思っていた方々が売れなくなりました。またご主人に先立たれて実家またはお嬢さんのところに行ってこの家を売ろうと思っていた方が売れなくなりました。また老後の保障対策として借金してアパートを建てて、そして老人ホームに入られた方、もしこういうことで入居者が亡くなったら、または賃料が低下したら、老後どうなるのでしょうか、借金支払えるのでしょうか、というもう切実な問題も抱えながら、しかし多くの方々は今すぐ売るというのではないですが、資産価値の低下を切実に悔しく不安に思っています。また小泉委員長は空洞が元からあったという可能性もあるというようなことを言い出しましたけれども、しかし空洞の上には新しい家がたくさん建っています。で、今ハウスメーカーさんに聞いていただけば分かりますけど、二十数年前に建った我が家でもそうでしたけれども、ハウスメーカーは地盤調査、スウェーデン式サウンディング試験ですけれども、しっかりやります。今は4ポイントは確実にあると思います。それによってもう空洞はないという状況を確認してからでないと、ハウスメーカーは絶対に家を建てません。地震でも家はうちの家は潰れないというのがみんな売りですから、地盤をきちんと精査してからでないと建てません。で、それでうちはそう言われましたというお家が空洞の上にあります。ですから安易に空洞は前からあったということをおっしゃられても、現実はそれと反していると思われます。で、そして小泉委員長がいろいろ言われてるんですけど、私どもとしてはもう本当にネクスコべったりなのかなという思いがもうしました。これは客観的な科学者のやることではない、まるっきりこれは正しいデータの公表は期待できないのではないかという思いを強く持ちました。第三者委員会は不可欠です。皆さん昨日皆さん感じられたのではないかと思います。で、それからあと現在今になってボーリング調査少しやってますけれども、音響トモグラフィー断層を見るのはたった一つしかやってないと思うんですね。ですとかボーリング調査にしても非常に安易な浅いところのボーリングなど行われ、そして川の西側やってますが東側は一切やってません。しかし地盤の沈下が3メートル超えて見られたのは、まだルートシールドが通っていない東側なんですね。それで3センチというのは東側なんですね。で、それでここの真下を今度シールドを通すという計画をまだ
ネクスコは撤回していません。まあ、これ以上住民の被害を拡大するということは許されないという状況だと思います。以上です。本当にメディアの皆様、日頃本当に丁寧な取材ありがとうございました。それから地盤についても東京新聞さんが液状化の可能性に踏み込んでくださいましたし、日経新聞さんがもう凄まじい費用をかけて衛星解析をされて時系列的に地盤の沈下隆起を証明してくださいました。実証してくださいました。本当にメディアの皆様、日頃の被害者に寄り添った報道、本当にありがたく思っております。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。それでは続きまして、今の会見をお聞きいただいて、ご質問などメディアの方から伺えればと思います。よろしくお願いします。聞こえますか。フリーライターの柏田と申します。よろしくお願いいたします。ですね、おそらく今後の課題として、もし再稼働した場合ですけど、まあ、いわゆる未着工区間というのがあるわけですね。そして今回は陥没が起きたことで皆さんがこう立ち上がったわけですけど、おそらく今求められていることは未着工区間の住民にも気づいてもらう、つまり自分たちも危ないということを気づいてもらう必要があると思います。そのためにはどういう換気活動、周知活動をやっていく予定でしょうか。これを教えてください。本当に急展開で、なかなか追いつかないところはあります。で、すでに歴史的に言えば、こういう外環沿線のいろんな意味での外環中心を求めたり、いろいろとやってる方々の団体多いです。で、私どもが一番新しい新参者というかできて、グループとしては40人近くいるんですけども、意思統一も含めて今後の方針はこれからすごい煮詰めなきゃいけないんです。で、エネルギーとしてはこの外環で、シールド工法で唯一起きた事故なんですよね。陥没で、私もにわか勉強でしてるんですけど、これが18年に出ましたけど、この中にもうすでに、大震度法での震度工法では陥没やら空洞やらもう起こるということを予測してるんですよ。予測したものが起きてるんですね。で、私どもはそれを実証する立場にあるので、実はこれが後で出ると思いますけども、私ども被害のエリアの住民の方々の被害の状況をまず把握しようということで、2週間ぐらいかけ、今1週間10日ぐらいになるんですけども、今回して300世帯ぐらいを広げてやりましたけども、80近くですかね、今回答が来て、まあ、細かく書いてくださってます。で、この証言はものすごく大事で、これを共有していただくことで、この沿線の方々に情報を発信していって、何を考えたらいいかということをお互いにある意味で情報交換して、今後の大震災の問題がすごく大きいので、そこを今後の活動の次のステップぐらいには考えています。で、要は僕らはどういう被害を受けて、どういう原因があってこういうことが起きてしまったかっていうことを住民側からかなりしっかりしたデータを出そうと。で、その意味で割と手早く住民の方々の意見を聞きました。すごいいろんなことを書いてあります。やっぱり振動と騒音はかなり広範囲からあって、ひびやら何やらっていうのはいろんなところで広がってるんですね。だから陥没の周辺だけしか今ネクスコさんは被害対象にしてませんが、いずれにしても精神的なものっていうのはなかなか難しいんですけども、低周波にしろ振動にしろ、何ヶ月にもわたって、ルート上の住民たちはいろんな意味での苦痛を、感じてました。で、それはこれから屈伸が進んでも同じことが起きるであろうと。ただ地盤がどうなるかはやっぱり分かりませんけども、要は共有できる部分がたくさんあるので、私どもはエネルギーとして運動を始めるというよりは
自分たちが置かれた状況をしっかり正確につかもうと、ボーリング調査もかなり僕らも頭にしてましてね、もう次から次へと何をやってるかわからない、突然道路を通行止めにしてバタ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 穴を掘り始めるとか、そういうネクスコ側の何て言うんですかね、慌てふためいたものに付き合わされて2ヶ月来て、で要望書を出しましたけども、きちっとした事務所を置いて担当のネクスコの職員がいて、僕らに何が起きているか説明しろ、少なくともここで始まった工事については立て看なり何なりでここの何をやっているか、工期はどれだけだ、目的は何だって、それぐらいはっきり書けと。それがポスティングと、もうひどいのはホームページ見てくれですからね。ホームページなんかそんないつ出るか分かんないものをいちいちチェックして、そんなマニアはいません。で住民は忙しい、でもそれを生活を妨げられて、そういう現場の今の状況を発信していきたい、伝えたりして、被害の実際をきっちり掴んで、それで1週間後ぐらいにはその調査の結果を皆さんにお知らせしたいと思います。これ大事なことなんです。被害、振動 と、騒音というのはものすごくて、それが地表面での影響なんですよ。で、それが陥没につながったかもしれない。それをエリアの特殊性で、まあおそらく他のデータごまかすっていうと分かりませんけど、大丈夫だったって言って進めていこうというのが昨日の会見ですから、私どもの非常に不満があるのは、エリアに住んだ人が不幸だったねみたいな、そういうまあ僕はそこが過信というかおごりというかね、国を含めてこの事業は公共性があるとか、そういう何か国家の事業だみたいな意識で下末端というかね、建設やってる人たちも自分たちは誇りがある、もう私から見るとその矜持というかプライドとか、そういう安全ということに自信があるのかと。だから僕らからするとそういうことで皆さんと他の方々に一緒に、まあある意味ではやれる時はやっていきたいという、そういう発信はしたいと思って、ちょっと長いです。分かりました。あと一つです。まあ、ある環境運動家が言ってましたけど、まあ、市民運動というのは、まあ、科学運動であると、まあ、でもデータをちゃんと取ろうということで、今の説明はすごく分かります。そのデータですけど、先ほどの河村さんが家を建てるときにハウスメーカーがちゃんと空洞があるかないかを確認してから建てると言いました。そのハウスメーカーに空洞がないというデータは残ってないんでしょうか。私ですけれども、私の家二十数年前に建てた時もスウェーデンサウンディング3カ所でやっていました。でそれはハウスメーカーさんに聞いたんですけれども、それはもう全部お客様に返してますということで、うちの書類見ましたらちゃんとありました。で3カ所ちゃんと5メートル近くのところでもうガリガリちょうどできそうに当たってます。ちょうどもう分析されている結果とちょうど一致しています。うちも3カ所ともまあ、4.5 メートルとか5メートルでガリガリ、それまでは何だとかじゃスルスルとかなんかいろいろとか書いてあるんですけども、ネジをスウェーデンサンディングだからネジを回しながらどんな感じで入っていくかで、もう当たってしまったらそこで終わりなんですけども、でうちはそこで終わったということで、きちんととっても詳しいデータがあるんですけども、そして私はすごくここは地下水脈が豊かで地盤が軟弱だということを知ってましたので、頼んで特別に地盤強化してくださいということで、そこまで鉄骨を何本も打ち込んでいただきました、ね、なのでうちはもう地震に強くて、東北大震災の時もこけし一つ倒れないだったんですけれども、それが逆に今回災いしました。地盤が沈下しているのにうちは沈下しないんです。したがってそこのギャップが凄まじいです。そしてなぜこの川のまだシールド通っていないのにこちら側だけが、お隣もそうですけども被害が拡大するのかと疑問に思っていたんですけども、ネクスコさんはそんなはずないとか言ってましたけれども、それが日経さんの衛星解析の分析で、私どものこちら側は地盤沈下がひどくて
最高3センチで1、2センチから3センチということで、3センチ以上ということで、で、しかも沈下の方は今も進行中、隆起は元に戻りつつあるという結果が出ましたよね。でそれに対して、まあ、いろんな分析あると思いますけれども、何先生だったかしら、鈴木先生だったかしら、やはり地下水が16メートル の堤防で遮られ、そこに何のケアもしてないので、地下水が川上はたまり、そして川下は不足する、そしたらちょうど隆起と沈降ぴったり合うんですね。ただそれと同時に、なんか突然ネクスコさんは地下水の流れ、今までそういう言ってたのがそうじゃないっていうことを昨日の資料に載せましたが、ただ流れっていうのはぐるぐる円を巻くこともあるので、どこで測るかでいくらもできると思いますので、それの信憑性は分かりませんけれども、まあそういう説もありますし、それから私は あまりはなくしていて、はい、以上です。今の柏田さんの最初のご質問で、その未着工区間をどういうふうにやっていくのかって、連携取っていくのかということで、今日国さん住民連絡会の方ですけれども、南ジャン、中央ジャンクション南側にお住まいで、これから通る場所にいます。まさに河村さんは北行きがこれから通る場所で、中央ジャンクション南の国さんがいますので、ちょっとコメント。国です。未着工区間っていうんですか、私たちはもうずいぶん前から七区市で外環ネットっていう会を作っております。でそこでみんなが集まっていろいろなことを協議して、ではっきり言うと未着工だろうが着工だろうが少人数ではどうにもならないっていうことだと思います。なので今本当に 16.2 キロが手を取り合っていかなければならないと思っておりますし、そのためにはいろいろな質問書とかも挙げておりますが、今現在何ら回答はいただいていないっていうのが現実です。で私一つ言いたいのは、大震度と東京外環道は大震度だけではなくて都市計画道路がかかっているということなんですよ。でこれについて、これを認可してしまった東京都の責任っていうのは非常に強いと大きいと思います。で今後このような土地の上に恐る恐る住むっていうこと自体がもう間違ってると思うんですね。それでこの外環道は立体的都市計画であって、16メートルなら16メートル のトンネルの上に上下左右に1メートルずつの保護域を設けて、そこを立体的都市計画として、その区域だけを事業者は使っていいって言ってるのであって、その上に振動とか陥没とか決して許されないことなんですよ。なのでこの辺も問い詰めていきたいと私たちは考えております。赤旗の藤川と申します。代表がですね、大震度の結果が現れて、その住民の安全を保って工事を始められるのかという疑問などを出されてまして、今も住民の方から恐る恐る住むというのがこう、間違っているということでしたけれども、大震度法のその大前提である地表面に影響がないということが今回、工事が原因で陥没が起きたよということが分かった状況なんですけれども、いわゆる外環道の工事自体に対して、どういうふうなこう要求を持っているのかというかですね、どういうふうに、いわゆるもう工事自体を止めてほしいと思っているのか、きちんと保証をして進むなんていうのかっていうことなのか、どういうふうにこう考えていらっしゃるのかっていうのを教えていただければと思います。はい、わかりました。段階的に言うと補償の問題はこれからになります。で考え方としては、個々がちょっとこの辺が個々人のご意見がまだまとまってないところがあります。で基本的にはね、ほとんど皆さんが外観が止まってくれれば、それはもうそれが一番なんですね。こんな安心なことはありません。で要はここまでの経緯を見てくると、今4キロぐらい遠いから来てますけども、残念ながらですけども、ルート上に関係ある方々は非常にもういわゆる外観はいらないという考え方は
こもった時ありますけども、一歩離れていくと、住民たちにとってはその、まあ差し迫った人と差し迫ってない人の差があります。で、私どもはだから今は被害っていうか、その直接の被害を受けたメンバーとしては、そこのところの被害補償、僕ね、被害補償が結局どういう形で出てくるかによって、結果的には大臣の方の欠陥を補うのか、ガラシー報道自体がおかしいのかっていう、そこまでいかなければならない、テーマだと思ってます。で、そうなってくれば、だから誰が安全を欠く責任を持ってくれるのかってないと、僕らはもし工事再開してもいいよと思っていても、これはもう、あそこに住む限り永続的に外観が通ってる巨大な16メートル32メートルで、菊さんが言われましたけど、本来ならば安全のためにトンネルとトンネルの間を開けなきゃいけないのに、うち の、 上から見てもらえば何メートルしか開いてないんですよ、隣と隣でね。だから本当にいろんな意味で のいわゆるルール違反をやりながらやっていきます。で、結局そんなことをやって、これから掘ってまた同じようなことが起きるかどうか知らない。その後長年にわたって地盤というのは変化していきますから。で、皆さん勉強なさると分かりますけど、地下水っていうかです、水道というか、トンネルを作ることによって道路っていうのはいろんな影響を受けるんですよね。で、水道を止めたり、いろんな形での自然の影響が出てきて、その将来何が起こるかわからないっていう、そのままの不安はこのまま残るわけですよ。だから落っこちる落っこちない、地盤が沈下するっていうことと、いろんな意味での10年20年30年道路が通り続けて、維持費に55億ぐらいかかるらしいですね。で、青函トンネルとかっていうのはやっぱり海水が漏れるので、もう、毎日ポンプで出してる。だから結局そういう意味での地下を通すっていうことはね、ある意味での、見えないところの危険で、予想できる危険もあるんですよ。そういう地層とかなんとかのでトンネルが通っていくことによって、どこでも起きてるんで、陥没事故が起きたところを見てみると、これはでシールド工法をそうやっていくらやっても、そのいわゆるセグメントというか、そのセメントと土の間の乖離というか、そこのところに水が、地下水というのは本当にもう張り巡らされてるんですよ。で、私どもの住んでるところもそうですけども、関東平野というか、あそこら辺はもう水流がもう網の目のようにあると、そこをぶった切って通すって、何があるかわからない。で、小泉さんの言うように、何が起こるかわからない、で、まあ先のことはわからないからねって言われても、これは僕らは子どもたちの世代、他の世代にあそこの土地を継いでいくとしたら、それはやはり安全の確保でしょ。だから私どもは中止っていう言葉を今使わないにしても、安全を確保するっていうことが担保されない、それをきちっと責任を、じゃあ国が取る、都が取る、じゃあそのあれが取るっていう、そういうものを持ってきてくれるのかですよね、事業者も。そこが示されなければ、僕らは再開はノーですよってことは、止めたいという強いそういう意思はあります。だけどそこをまず最初に持っていって運動するというよりは、安全確保というか、そのだからこそ、ああいう有識者会議が何を言うかとか、それに対して事業はどうするか、今度の説明会もし皆さん出られたら分かると思いますけど、ほとんど答えにならないです。持ち帰ります。その件は例えばこの区間なんでボーリングしなかったかっていうと、そのことには絶対触れないんですよ。何回聞いても触れない。で、前にちょっと国道事務所が掘ったんですよねって、いやそこ掘ったんですかって言うと、いやそこじゃなくてちょっと離れたところなんですけど、だから結局そういう今起きたことに対する回答はなしで、で小泉さんは変な地盤だよね、こんな地盤は普通はないよねって昨日言ってるんです。それで済まされるかと、で言うことに言うにことを変えて、他
まず死の中のことは分かんないよ、掘ってみなきゃって。そんなね、有識者会と事業者のやる広報で、僕は安全だ、じゃあ再開いいよって言えるわけがないじゃないですか。そこを押していきたいですね、私は。だから止める止めないはもうそれはそこに行き着くだろうという運動になると思います。やるとしたらね。ここの地盤は砂層で、それで40メートルより深いところは砂礫砂礫砂礫だと科学者が言っている方多いです。ということは耐水性、水を非常に多く含んでいるということですから、ネクスコも工事の時非常に宿泊して、何しろ水がトンネルに入らないようにこんな工夫を20にも30にもしたから大丈夫だと言うんですけども、じゃあトンネルで遮られた、そこで切断された水はどこにどうするのかということについてはまるっきりケアしていません。ですから地下水流動保全法などでこうパイプでこう流すというケアを多少しているところもありますけれども、それも非常に万全ではないそうですけれども、私どものところはそれすらしてませんけれども、ですから今後そういった水がじわ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 と地層にどういう悪影響を及ぼすかというのは非常に住民みんな恐れてて怖いと思っております。以上です。住民の納得いく説明がなければ再開認められないというところで、非常にハードルが高いと思っております。高くしなければいけないというふうに思っております。他にご質問はありますか。フリーの横田はじめですけども、今後の取り組みというか ご予定というのについてなんですが、第三者委員会がないということで、その国交省に対してですね、ずさんな工事をするネクストをちゃんと監督するような機関、仕組みを作らないといけないんだというような申し入れを、国交大臣あるいは国交省担当者に、される予定があるのかというのが一つと、あと大震度法の廃止あるいは大幅見直しが必要ということで、これについては国会議員に対して、特に国交委員会の委員に対して、申し入れ要望をするのかというのと、あと3点目が東京都の責任も重いということで、小池知事はじめ都議会議員に、申し入れ要望をするのか、今後の予定について3点お伺いしたいんですが。わかりました。いろいろちょっとアイデアあるんですよ。で、要望書はいくつか出していて、で第三者委員会というか、まずはその国の責任とかね、そういうところまでちょっと今こちらとしては要望書は出せるんですが、一番ちょっと今やりたいところは、その国交省の関係の国道事務所の所長とかね、今関東その東の、事務所の関係者とかっていうところと、ある意味でその第三者になるかどうか分かりませんが、この調布市の仲介を受けてこちらの要望を通したりしてるんですよ。それはもうまだ始まったばかりで、いわゆる工事のしっかりしたその対応、住民対応をやってくれっていうようなことと、事務所を置いてくれ、現地に、ネクスコの職員を置いて常に僕らのと、きちっとその、話を通じるようにしておいてくれ、いろんな要望があるんですよ。あそこら辺でずっとあって、それがもう2ヶ月経ってきたんで、だいぶ工事も進んできたんですよ。今後はだからむしろ原因究明がはっきりしてきて、で私どもとしてはだから、東京都もそうなんですけど、ただねこれ市もね、市もの7地区の、担当者の協議会っていうのを持っていたりして、東京都はどう絡むのか分かりませんけど、自治体レベルでもこの問題については、外観の問題についてはやったりしてます。それを僕らは都の関係者、都っていうか市の関係者からそういう話を聞いたりしてます。
でそこからまあ都と国交省みたいなもののその交渉の仕方ですけども、まあ一つは、ずっと言い続けているのは住民も含めた第三者な協議会みたいなものを連絡会みたいなものでもいいから立ち上げてくれと、これはずっと言い続けてます。でそれは事業者との第三者会議でもいいし国交省も来てくれと、これについてはもうほぼゼロ回答ですよね。住民とは話し合うことはないってネクスコの資料を見てもらうと思います。第三者会議に住民を入れるつもりはないっていつも書いてあるんですよ。今回も書いてくるんじゃないですかね。でそういう対応をどう変えていくかっていうのはもう皆さんの力でもお借りしたいし、で私どもも一市民なのでそれほどね何かバックがあってきちっとした組織で押していけるってものでもない。その中では奈良市区の僕らと同じような立場にいる方々と一緒にやっていくって。で私はちょっとちらっと不勉強なんですけど外観が通り始めるときにそういう協議会みたいなのができたんで不発に終わってるんですよね。住民とそういう、関係者と第三者で話しようという、要はその逃げ腰なんですよ。みんなね、国もね、都もね。で都に電話してもらったり都の建設局のこの外国の職員と話してみるとまあのんきなもんですよ。なんか僕らの動き知ってますかって言ったらホームページで見てますって言うんですよね。じゃあネクスコのなんか情報ないですか、ホームページは見てるんですけどねって言うんですよ。議会とかで言われないんですかって、さあ議会に行かれたらどうですかって言うんですよ。もうたまらんですよね、住民としてはね。だから結局国交省に至ってはやっぱりもう国会議員とかねそういう人たちの間を介せないと話し合いの場ってないんですよ。まあだからいろいろな意味で含めて言えば今の政治状況じゃないですけど日本が置かれている国民のなんていうか非常にまあある意味では不在な政治が続いている中でこういうことが起きてそれを僕ら人たちだけでそういう場を持つっていうのは不可能なのでやっぱりここからの説得というかあれは世論というか大震度法の危険性どこまたリニアの問題もありますけども、いろいろと大震度法シールド工法を広げていくことの、良し悪しみたいなものの含めて大きな国家事業の問題だと思うんでそこは、皆さんも国交省に企画ラボがあったりいろいろやられているので私どもはそういうのを頼りにしてそういう場本当に住民が意見を言える場みたいなのはないかなと模索はまだまだアイデアの段階ですけどあまり答えになってます。いえ今のお話をお伺いしてますますですね、そのネクストが暴走しているずさんな工事をやって開き直っているというのと、都の職員も全然まともに対応してないというのがよくわかるんでこれはもっと上からですね国交省国交大臣から、何やってんだとちゃんと検証する、国としての第三者委員会検証機関を作るべきだとかですね、そうですね、都知事からこうちょっと発砲かけてもらうぐらいのことをしないとなかなか事態は変わらないような気もするんですがそういう意味で国交大臣あるいは国交省に訴えるとか都知事に直訴するようなことが重要なの かなと思ったんですが、いずれはねそういうことは何回もやってるんですよね実はね。僕らの要望書には必ず国交省が入ってくるわけですけど、分かりませんけどコロナ対策に一つ見たってこうですからね。住民のそんな参加していろいろ住民のことを聞けるような今政治状況じゃないんじゃないですかね。というか、申し訳ないけど国交大臣はね推進派の簡単に言うと調布市はほぼ推進派ですからね、だから工事再開ありきで議会も動いてますと僕は思います。それはちょっと私の偏見かもしれないけどおそらくそれしか考えてないんじゃないかなっては思いますよね。だそうすると住民の意見がどこまで通るかっていう住民の側は結局反対派に対しては非常に距離を置きますね。
調布市自体はね。反対も多い、かなりいらっしゃると思うんですけど、ただ大臣の方を見直すということについては、経済人まで含めても賛成の方は多くいらっしゃるのではないかな。で、やはり全国的に本を見直すですから、しなくてはいけないので、より広い連携、そしてより広い世論をこれから可能性あると思っておりまして、ただ、まだまだスタートしたばかりですので、マスメディアの方々にまた導いていただきながらも、可能性はとても膨らんでいるのではないかなと思って。わかりました。改めてこの今回の被害を受けて国交大臣あるいは都知事等に申し入れの機会がありましたら、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。明日そうですね、説明会をやったその感じで、はい、もう一度要望書は出したいなとは思ってはいますね。要望書っていうか各機関にですね、国交省も含めですね、ネクスコ等にもね、まあ、都も頼りないんですわ。おそらく小池さんはこの問題知らないんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。今日お集まりいただいてくださっている方もの生の声も聞きたいんですけど、もうちょっと何か先ほどのでご質問があれば。はい、東京新聞の花井です。何点か ご質問ありまして、昨日の記者会見を見られて、まあ、私も見てはいたんですけれど、陥没空洞のメカニズムをいかに、なんて言うんでしょう、委員会として、万人に分かりやすくとりあえずの段階で示すことばっかりに、気を取られ てですね、肝心のその住民の皆さんにとっては、被害住民の皆さんにとっては肝心のその、振動で家にひびがいったとかですね、そっちの原因の話が全然出てなかったなというのが率直な感想で、まあ委員会の立場、有識者委員会の立場としてはまあ分かるんだけども、全くその住民被害のメカニズムの方には関心がないんだなっていうのはちょっと寂しく感じました。この点はどう被害に遭われたお二人どう見られたのか、それと第三者委員会をという先ほどのご発言だったんですけど、その昨日の会見で思われたところ、その第三者委員会の必要性について思われたところは昨日の会見で どんなところだったでしょうか。この2点お願いします。ごめんなさい、1点目が住民の住民被害の、その、まあ、実際に被害を受けられる、それもメガネの全く関係ないだったな。そうですね、そうですね、まるで上にこう住民がいるということを意識せずに工事を進めていっているんだなっていうことがすごく鮮明でした。で、私たちは本当にモルモットにされているような印象を受けました。小泉さんの発言も全くそこにそんなところに人が住んでるのっていうような、あんなところは昔から人住んでないですよみたいな話だったので、本当に住民を全く無視した工事なんだなっていうふうな強い印象を受けました。で、第三者委員会については当初小泉さんは割と私は中立的な立場でご発言されてらっしゃると思ったんですね。ところが本当に豹変したかのように昨日の会見では全く前回のその
それこそ中立的な立場を失ってしまって、あの事業者の事業がスムーズにいくように作られたストーリーの中でいろんな話を話し始めやり始めたなっていう、あの強い印象を受けました。ですから、こう真実と違うことを話すためにいろんなあのボロが出るって言いますか、あの本当にツッコミどころ満載の拝見だったというふうに思ってまして、なので結局今のその有識者委員会っていうのは、もともとトンネル施工等検討委員会の中の委員の方が横滑りして作られてるものですから、だからああいうことになってしまうんだなっていうふうに思いますので、非常に危険だと思いましたので、もっと中立的な立場が必要なんだっていうふうに思います。で、横浜で新横浜トンネルの時に陥没事故が起きた時には、逆に今のトンネル施工と外観の委員の先生方があちら の検証委員会に半数以上入って検証したわけですけれども、今回はもう自分たちだけで閉じてっていう形ですので、その辺に非常に透明性がないというふうに思っています。で、そのことについてもずっと訴えてますけれども、全然ネクスコはそれを変える意思がないということなんですね。なので、ぜひそういうことについてもメディアの方でも取り上げていただけたらなというふうに思います。すまない、すまない、すまない、第三者委員会いいかな。TBS の引き地です。よろしくお願いします。昨日の、会見の中で、加藤建設事業部長が、謝罪、因果関係があったということで謝罪をして、今後保証、個別に保証をしていくというような発言があったと思うんですけども、これに対していろいろ他に小泉委員長 の発言の内容とかいろいろちょっと不安を覚えるようなこととかたくさんあったと思うんですけども、一旦謝罪があったっていうことに対してどういうふうに受け止めていらっしゃるかっていうのをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。昨日の謝罪ですけれども、あれはもうこの際追い込まれて、あれは最低限しなくてはもういけない状況だったので謝罪に追い込まれたことだと思います。しかしですね、そうであるならば被害の補償ということを言ってますけれども、お話聞いてると家屋の補償に限られている、プラスアルファちょっとあるかもしれませんけれども、地層あれだけ壊してしまったことですとか、それから資産価値の低下、これについておそらくまた家庭の話には応じられないで終わるのではないかななんていう気がしますけれども、そういったところには今後その謝罪をしたそのことがどれだけそこに反映するかということを考えますと、なんかとても期待できないという気がいたします。で、やはり資産価値の低下というのは住民の方々もさまざま今不安ありますけれども、その中の根底には本当にもう何千万円これから一生どうしていくかっていう、それの不安が非常に大きくて、でこの住民運動はラインの上なんですね。ルートの上の人たちだけのプラスアルファの運動になるので人数がすごく広がらないんですよね。原発反対のようにふわっとたくさん被害が広まっているところと地域に広まるのと本当に限定される線トンネルの上ということで人数が少なくてとても力になりにくいところなんですけれども、ただ資産価値の低下ということも含めますと相当のところで本当に資産価値が低下してますので、共に運動する方が増えると
と思いますし、また大震度法のことになりますと全国的にも支持してくださる方がたくさん連携していただける方も増えるのではないかという期待を持っておりますので、謝罪についてはとても期待しておりません。期待したいところですが、裏切られるかという不安があります。読売新聞の金山です。よろしくお願いします。今お話ちょっとあったんですけれども、ネクスコさんとしては、補償は一応するという方針を昨日、表明はされていると思うんですが、事前調査とその後と比べてみたいなお話もちょっとあったと思うんですけども、皆さんとしてはまだその明日またあるとは思うんですけども、対象範囲だったり、あと、資産価値を含めるのか、どういったことを含めるのか、そういう こう範囲が分かるまでは補償に関してはこう保留というか、今の状況でこう受け入れるっていうのは難しいっていう理解でいいのかどうかお伺いできればと思います。非常に微妙な問題ですね。昨日のネクスコの回答はともかくその因果関係がはっきりしている家屋損傷、それに限って今ともかく中間家屋調査をやって何十件か返ってきているので、それで今いろいろ個別に対応させていただいている。それは聞き置くとして、我々としてはその何と言ったらでしょうね、もちろんそのきちっと調べてはもらいたいんですよ。自分たち その家屋がこれによって、傾いたりいろいろしてるって、ちょっと門扉がね閉まらなくなったとか、いろいろそういうはっきり出てると、ブロック塀が落ちたとか、そういうところから始まってるとは思います。で、1月の31日ぐらいまでは中間分その、回答日 で私どもとしてはだから、ここからは先ほどの話なんですけども、そのあそこら辺だけに限らず、外観のルート上に関する安全保障に関わる保障ですね、保障っていうのはそのいわゆる、確保するということと、何か起きた時に保障するかっていうところまで言及してもらわない限り保障にはならないんですね。だから当座の怪我したところの手当をしてもらって済むって皆さん思ってないと思います。ただ今までそのここはあるのはもうここに住みたくないという人も出てきたりするので、それとは当会はそこまでで踏み込めないので、総意としてはだからこの被害エリアの人たちにとってはその自分たちの家屋が安全にこれからも住んでいけるのかというところを保証してもらいたい。でその踏み込んだ話はまだネクスコは全然受ける段階ではないですね。だからそこまで行ってくれるのかと。でそれは結局工事の安全性にもつながるので、工事再開に向けていくプロセスの中で安全の保障っていうのはもう欠かせないんですよね。だからそのいわゆる違いというかその概念ですね、ネクスコ側はそれを持ってるかどうかですね。ネクスコ側としてはもう損害賠償みたいにしてしまって、で変な話ですけど もう大きく損傷しちゃったところは、立て直すか何かのところがあるとしたら、それぐらいのことはねもう個々の交渉で、やって、私どもはそれをどうこうということはないんですけど、全体で言えばルート上にある人たちにとってはこれだけ振動の被害、騒音の被害を受けて、また道路が通った後の不安みたいなのを抱えてたら、その時にじゃあここが耐震法を変えなきゃいけないんです。地方に影響が出たんだったら保証してくれるのかっていう問題をどこで協議するかですよね。それのことについては第三者委員会とかものすごく大事だと思うんですけど、それを設定するようなそういう今当事者たちはいませんね。国にしても都にしても、でネクストがどうするかですけどね。
今の話、すみません、もう一点だけありまして、はい、やはり皆さんとして一番今後、まあ、やっていくこととしては、そのまあ、ネクスコ事業者と、あとまあ第三者国交省なりなの、まあ、入って、あとで皆さんを含めた協議会というか、話し合いの場を、まあ、この設立の当初からおっしゃってると思うんですけれども、そういうの、そういう協議会なり、こう交渉の場を設けるというか、そういったものを設定するっていうのを、まあ今後の、まあ、重要なというか、まあ、やり方として、今後の方針としてそういうのを、まあ、今も求めていらっしゃいますけれども、これからも求めていくっていうことでよろしいですか？そうですね、これはもう住民参加をさせないで事業は進まないと思うんですよね。でその感覚はないと思うんですね。今後何回有識者会議、もう4回か出た、その中に第三者協議に住民は参加させないってもう書いてあるんです。明日の説明書にもそう書いてくるでしょうね。でともかくその何て言うか、その根本的な事業者としての何て言うんですかね、まあ、企業精神ですよね、を問いたいですね。この事業を本当にやりたいんであればね、今までは勝手にやったんですけど、今度はやらせてくださいでしょ。僕らにとってはその謙虚さがないんですよ。やらせていただきますっていうことで言えば、僕らが参加しなきゃまずいでしょ。それをそういう明日の説明会に出てもらうと思いますけど、そういうやり取りはしません。住民に言い置く、一方的にここまで調査した、有識委員会はここまで行ってて、まあここの線で行って安全だったら掘らせていただきたいみたいなのが見え見えのことです。で住民がそんなことでは収まらないっていう気持ちを受け止めるだけの今事業体にもないし、都も国もありません。で特にネクストということの体質を見たら、結局現場の人間だけに僕らを対応してるんですね。ネクスコ自体が事業本部なりあったりするんであれば、補償のっていうか大きな意味では、だから訴訟が起きるかもしれないんで、訴訟対策委員会もできてないんじゃないですかね。ネクストの中にこんな企業あんのかと思うんです。安全を売りにしている、高速、まあ今日ね雪であれして、あれだけ安全をあれはやってますっていうけど、こんなことが起きたって、でまあとも外観が止まるかもしれないのに危機感ゼロですよ。で住民と話し合わないってことは危機感ゼロだからです。住民はそれほどもう力ないっていう、そういうスタンスが見え見えですね。で中間の工事を一生懸命やってる人たちは、自分たちはこうやってる、ああやってるで、自分たちの範囲内で一生懸命調査やってるっていうけど、その上の人たちは何も顔を見せないですからね。もう一度だから社長出てきて言ってください、もうあなたは安全優先って就任の時にネットに堂々と上げちゃってるじゃないですか。で落っこちるとは思いませんでしたって苦笑いされて、あれから2ヶ月ですからね。そんな会社かと。まあ大きな企業ですからそんなもんかもしれないですけど、私は補償についてはこれだけ私たちは普通に生活ができていた地盤を、今回の事故によって本当に特殊な地盤にされてしまったというふうに思っています。それでその地盤についてずっと補償を、それこそ永年の補償をしていただきたいっていうふうに思います。空洞や陥没が起きたところというのは、今後さらに陥没の危険もありますし、空洞も一度充填してもその周りにまた空洞が発達する可能性についても、今回の有識者委員会に加わられた桑野先生なんかお話しされていることですので、簡単な補償では済まされない、本当にずっとこの
家を建て替えるなりするときのじゃあ地盤の保証はどうなるのか、そのときに地盤強化をしなければならないときの費用はどうなるのか、そういう問題も含めた大きな問題だというふうに思っていますので、簡単な家屋損傷を保証するっていう問題ではないというふうに思っています。時間にしてきましたので、今日お集まりの皆さんにちょっと一言ずつ、一言ずつというか現在置かれている状況を、先ほど東京新聞さん のあれなんですけど、私は実は直接的ではないんですよ。300メートルぐらい離れてまして、トンネルは、現実には家の下を通ってるんですよね。やはり振動といろいろありまして、で、竹原さんの方に代表に相談したら、いや、いいですから話聞きに来てくださいっていう話になって、今回も参加してるんですけど、うちの被害っていうのは、家にひびが少し入った。で、2015年に、通るところの写真とか全部家屋の調査って来てるんですよ。ただし今回のことがなければ何も言ってこなかった。で、相談しましたら、ネクスコさんの方に電話をしましたら、被害届表みたいなものを送っすぐ入れてくれまして、今書いてると。で、安全、安心安全ってあるんですけども、安心という意味ではですね、実はうちは畑が近くにありまして、家のところでモグラが走り回ったんですよ、振動で。で、実は水道管がその空洞ができちゃって水道管壊れちゃいました。で、そういうのも何も聞かなければ、私何もほったらかしの世界だったんですけど、聞いたらいろいろあると。で、自分で考えまして、振動っていうのは実は8月の27日か8日ぐらいから9月の10日ぐらいまで起こったんですよね。で、家が、私の家は古いんです。隣のうちに新しいんですけど、やはり2階は皆さん大変だったと。で、考えますにですね、例えば猫とか飼ってらっしゃるところがですね、近くでやっぱりどっか行っちゃったとか、今後そういうことって考えられるじゃないですか。で、これは保証とかそういうこととは違うんですけど、やっ�り人の心で、代表さんがああいう言い方されてる中でですね、社長さんがね、ああいう話をされてるんだったら、正直言ってカチンときますよね、住んでる人間にすれば。やはり例えば振動があるので、猫、大事な猫とか犬があったら1週間どっかに預けてくださいとかですね、極端に言ったらそういうことまですべきことかもしれません。竹原さんいろいろ聞いてくれるので、私もそういう意味では参加してるんですけども、やはりトンネル掘るというのは、家の下をやられるというのは、やっぱりいろんな問題が出てくるという。菊池さんなんかでも数字をバッチリ読まれてまして、普通ね、一般市民ってそんなとこまで勉強しないですよね。話聞いてびっくりする世界なんですけど、それぐらい困ってるんですみんな。だから今後その振動とかそういうものもね、やはり国としてそういうことを考えていただきたいっていうのが本当の気持ちです。はい、2本目はだから、2本目はちょっと離れるんですけど、やっぱり振動来ると思うので、やはりそれ心配してます。ですから本当に止めていただけるのか、対策ですね、本当にどうやっていただくのかっていうのは、私にとっては非常にそういうことが気にかかります。だから先ほど言われてました価値観とか、そういうのもやっぱり問題になってくるんですけども、真剣に庶民のためにですね、ネクスコさんだけじゃなくて、やっぱり東京都、国とか、いろんなことところがね、やっぱりああいうもんって簡単にできるものではないんで、よく庶民の方にいろいろ説明とかそういうの来てほしいなと。私は本当にここに教えてもらって初めて動き出したんで、そこまではもう全然諦めてましたから、あれもうたくさんの方がそういう世界だと思います。だからやっぱり国としてね、そういうところを動かしてるわけですから、しっかりその辺も聞いていただきたいなっていうのが本心でございます。私は空洞の10メートルぐらい離れているところに住んでおります。
外観のことについては説明会というかオープンハウスに行った時に初めてお宅はその下に外観が通ることを知っててその土地を買ったんでしょっていう国交省の方のその一言で私はこの外観問題に頭をつかむというかいろいろ知りたくてそういう知識を少しずつ自分では積んできたと思います。自分の家の真下です。しかも目の前にネクスコさんの土地があります。私たち静かに暮らしていたのに一台のそういうマシーンによって全てのことがもうなくなってしまったような状態。それが防げるのがボーリング調査だとか今いっぱいいろんな調査をなさってます。その調査をなんで掘る前にしてくれなかったのか。それをしてくれてれば私たちの生活はこんなに変わることはなかったと私は思います。孫は怖くて時々もブルブル震えます。私も寝るときに何か音がしてるんじゃんともしかしてちょっと何か傾いてんじゃないかこのうちみたいなそんな毎日をずっと送ってます。ちょっとしたそのなんでこんな大きな事業にあんなに本当に調査ができてなかったのか。そんな大きなこと初めて民家の下を通る人たちがなんでこんな浅はかなことでことを始めてしまっているのか。私はすごくそれが疑問ですし それが先日の説明会の時にこの事業は国交省と中日本東日本の3社で事業所としてやっております。はっきりそうおっしゃいました。国も事業者として参加しているはずです。私たちこの道路が通るときに私は国の一言が何かあったら国が全部責任を取りますから掘らせてくださいというか掘りますというその一言があれば随分違っていたと思います。責任を全部逃れようとしていろんなことを電話をしてもはい分かりました受けたまわっておきます。その一言で終わってしまう毎日です。そういう毎日過ごしている私たちってこれからどうしたらいいんでしょうか。昨日の小泉委員長がシールドマシンを1日止めると1億円がかかるっておっしゃってました。今2台止まってます。2ヶ月止まってます。一体いくらお金がそこにかかってるんでしょうか。私の頭の悪い計算では120億かかってると思う。60日ですからそれが2台120億があったらあそこの上に通ってる住宅地一軒100ね1億で買ったとしても120軒買えるんです。そういう無駄なお金を使ってる。そして毎日あそこに来てる作業員の方だいたい50人ぐらいいます。1日一体いくらかかるんでしょうか。本当にこういう大きな事業をなさるんであれば下の今までの準備っていうのがどんなに大切か。あそこの発進式っていうのをシールドマシンの発進式って私行きました。皆さん喜んで手を叩いてニコ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 してやって、それからたった2ヶ月その調査に私たちのところで当てていただければ2ヶ月でこの結果が出たわけですね。この年がおかしな土地だという。それならばその2ヶ月をどうして道路を掘る前にしていただけなかったのかというのがそれもとっても悔しいです。それをしていただけなかったことで私たちの生活っていうのがもう全てどうしていいか分からなくなってしまう。これからどうやってあそこに住んでいったらいいのか、住んでいいものなのか、
住めないのか、そういうすごくなんかほんの少しのことを気をつけていただければそれでよかったことが、こんな大きな問題を起こしてるっていうのを自分のこととして皆さん考えてもらいたい。これから今度北行きが来ます。その人たちにも考えてもらいたい。これからまだ千筋ヶ丘の方に南行きは進んでいるけど、その方たちが同じようこんな思いをしては欲しくない。その思いはすごく強いです。すいません長くなって。ちょっと皆さんに聞いてもらいたいんですけど、小泉さん以下有識者委員会のメンバーは現地に一人でも来られてますかね。それは私はちょっと聞いてないんだけど、なんか情報あったら教えてください。いいですか。先ほど滝上代表も最初に触れられたんですけど、大震度法の問題点っていうのが非常に大きいと思います。私も十分勉強してるわけではありませんが、所有権という土地にしろね、所有権というのは憲法で認められていますでしょ。確か29条でしたか。それを認めていないという大震度法っていうのに非常に問題があって、そのことのを問題にしてもう2年前から大震度法は憲法違反だという裁判を行っておられる方たちが、というより私の連れ合いなどはそうなんですが、代表の一人なんですけれど、未だに続いております。でそれは結局みんなその地下とには所有権があるという風だったのが、40メートル以下には所有権はなく公共のためなら使っていいという、そういう大震度法を作って、そしてそれは結局前はその外郭環状線も上を行くっていうことに計画だったんですね。そして凍結になってたらいろいろそういう時代を経てきてるんですけど、それを一人一人にこの作っていいですかっていうふうに聞かなくて済むような、済むように、そのために大震度法という法律ができたのだと私は思います。でそれは中央道のリニアモーターも全部そういうふうなことになると思います。でそのことをやっぱり、憲法っていうのは国の基本法でご存知のようにそうなわけですから、その関連性についてもちょっと深くみんなで考えてほしいと思います。そうすると私たちにもちろん言う権利がありますよね。私のところは陥没が起きたところから5メートル、直線にしたら5メートル離れてるところなんですけど、個人の問題でもあるとともに、これは大変な問題点のある法律ではないかと思いますので、そこについてもぜひ皆さんご検討いただいて、また応援していただくというか考えていただきたいと思います。それをいろいろありますけど、それを申し上げたいと思いまして、ありがとうございました。いいです。私は今回の陥没現場から、1キロぐらい、まあ、厳密に言うと900いくつ離れている入間町というところに住んでいる人間なんですけれども、今年の1月に、新築で引っ越してきました。で道路陥没のニュースを、テレビで見て、でその後住民説明会があったっていうこともニュースで知りました。うちの方には何の案内もなかったんですね。で私の家の裏にはもうトンネルが2本すでに通っていて、すごく近くに住んでいて、道路が陥没した環境と変わらないのに何の知らせも受けていないっていう状況が続いていて、でまあ、たまたまポスティングで住民集会をやるよっていうお知らせをもらったのをきっかけに皆さんとの出会いがあったんですけれども、本当になんて言うんでしょうか、どこからも何も教えてもらえない、ただただうちの近くのは大丈夫なのかどうなのかっていうことをどこからも教えてもらえない怖さがあっ
て、すごく怯えながら暮らしていました。で実際に私が震動を感じたのは、ちょっと記憶をたどりながらなんでジャストじゃないんですけど、8月ぐらいに入ってから我が家でも揺れ始めて、下から本当に突き上げてくるような振動を感じて、でやっぱりずっと長時間で何日もなんで、コロナのこともあって家にいるようにして外にはあまり出ないような生活をしていたこともあって、ちょっと何時間かパソコンなんかの動く画面を見て何か作業をすると 2,3 時間ぐらい経つとやっぱりこうクラクラしてきて、で仮眠を、短い仮眠を取ってクリアになってまた起きて、でまたいろいろとやるみたいな生活が何やかんや言いながら8月いっぱい9月初めぐらいまで感じてたんですね。ただその頃って昨日の有識者会議の資料でちょっともう一度確認したんですけど、もうすでに工事自体は先に行っていて、もう道路の陥没のあった方までは進んでいたんですね。ということは離れたうちでもそれぐらい感じてたので、健康被害ですとか家屋の被害ですとかは多分広域じゃないかって思ってるんですね。あそこだけの話で昨日なんとなくこう丸められそうな雰囲気があって、技術的にも詳しく逆に言うと優しくない説明で、なんとなくこうこれだけやってます感を一生懸命出してたんですけど、実はそういうことじゃなくて本当の実態をもっと向こうは掴んでいない状態なんで手当てもしようもないと思うので、まずちゃんと正しい実態を向こうがちゃんと把握して、その上での保障だとかっていうことをしっかりと考えてもらいたい。で家屋で目に見えるものじゃなくてやっぱり健康被害だったりとか、あと不安感って多分一生消えなくて、ゆくゆく地盤が本当に下がっていったらどうしようとか怖い思いしてる人すごくたくさんいるので、そういった方の不安を取り去る誠意をやっぱり見せていただきたいなと思いました。で昨日の会見は本当に上の方のことは考えてなかったって小泉さんが発言されてたのがすごくショックで、地盤ってつながってるから上も下も住民から見るとないんですよね、同じ地盤だから。やっぱりやる側の論理は下の方だけがちゃんとできていれば掘っていいって判断されてるのがすごく悲しかった、住民としては悲しかったです。もっと細かく実態を把握していただきたいなっていうのが切実な気持ちです。あとすいません長くなって、明日の住民説明会もちなみに うちは離れてるので呼ばれてもいないんですね。でそのことはフリーダイヤルを見て電話して入れてもらいたいんだっていう話をしたんですけれども、今回も前回同様陥没周辺の方しか呼びませんっていう回答だったんです。で今みたいな話もして近いから状況同じだから聞きたいんですって何回も話してもやっぱりそこは飲んでいただけなかった。で最初は事故が起こって緊急的に開いたから分かっまあそうなんだろうなと思っても、今回もすでに2ヶ月経って不安な気持ちで過ごした住民がいるにもかかわらず、今回も同じ体 で毎回100人が定員で3回やります300人っていう仕切りをしていること自体がちょっと実際に住んでいる住民怯えながら暮らしているみんなの感覚と向こうのその温度差がすごいあるんだなっていうことも分かって、ちょっと これは本当にどこにどういう声を届けたら良くなっていくのかが、住民側もやっぱり、素人っていうことは合うかはあれですけど、こういうプロはじゃないのですごく困っているっていうのが今現状だと思います。皆さんよろしくお願いします。顔はなしで、声だけということで、すいません、顔はなしで。すいません、
陥没の現場のすぐ近くに住んでいるものです。で、あの皆さんからも昨日の会見はじめいろいろとあったと思うんですけど、あの広く皆さんに影響があるということを一つだけお話ししておきたいと思っています。今回の事故は確かにその周辺、それから今後についてもその道路の上もしくはその付近になると思うんですけども、ここのあのこの工事の事業費ですね、これがですね実は今回あの今年だったと思うんですけど7600億円ほど積み増しされました。でその7600億円というのはどういう数値かというと、この事業をですねその費用対効果で見るような指標がちょっと今すぐ出てこないんですけど、そういう見方をしています。それが7600億円追加したことによって 1.01 になったんですね。ということはもう意図的に1を、まあ、当然1を切ればあの、まあ、事業として、まあ、費用対効果がないということになるんですね。でそこにはまだ一部そのあるインターチェンジのところの費用というのは盛り込まれてません。ということはもう歴然と将来にわたって皆さんの税金が赤字になっていくという前提の事業にもなってしまおうとしてるんですね。ということはもうこの周辺住民だけではなくて国民全体にですねその影響があって、将来にわたってその、まあ、赤字というか国のですね税金が使われていくということで、それがツケが将来にわたって回されるような事業になっているということになりますから、もうこの被害云々という以前に、まあもう費用対効果がない事業が歴然で行われていくと。でさらに言えばこれができる頃にですねどんだけのその需要があって、今まさにもう人口が減っていく状態ですから、20年前に計画されたものは今やっとここで来たんでしょうけど、もうそれができることなくもうこんな事故も起こしているといったところからですね、今後またさらに事業費が増大していくということも考えられれば、国民全体の問題としてですね捉えなきゃいけないような事業であるというふうに私はちょっと思っています。以上です。陥没事故のところから100メートルぐらいのところに住んでいる小寺と申します。あの実は10月の末に水道管が壊れまして、で業者の方をお願いしましたら、これはこのトンネル工事と関係があるんではないかと、一度ちょっとネクスコにお電話して聞いた方がいいんじゃないんですかって言われて、まあ早速お聞きしました。で私は素人で分かりませんので、事業者の方とその何かあるんじゃないかといった業者の方と鹿島の方と話し合って、まあもちろん当然結果がどうであるということは出てこない、それは当然ですよね。でも水道管が破裂して、それからつい数日前ガス管がなんとかっていうガス漏れがあったと。で結局日常の皆様もおっしゃいますけど、本当に日常の普通の生活が夜中にふっと目覚めると、あらどうなるのかしら、で眠れなくなるんですよ。でなんていうかこの工事とかいろんなあれを見てると、上に人間が住んでるのを忘れてるんじゃないかと。私どもはちゃんと住んでおります。でそこをちゃんとどう訴えていいのか分かりませんので、とりあえずこういう集会には参加させていただくということで、なんていうかしら、一人一票じゃないですけども意義の声を上げると、そういうことで参加しております。上に人間が住んでるっていうことをね、くれぐれも忘れないでやっていただきたい。で大震度法そのものが結局上に住んでる人間は無視していいよという成り立ちですので、その辺もおかしいんではないかと、そう思います。はい、簡単でございません。それぐらいです。はい。
それでは2時間長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。やっぱり情報発信というのは第一だと思うんですけども、なかなかちょっとバタバタでそこまで追いついてないんですけれども、パッと検索した時にこの被害住民連絡会で何も出てこないっていう状況なので、やはり反対運動とは一線を画していますけれども、やっぱり日々あったこととか住民の思いなんかを伝えてね、行かないといけないと思って準備をしているところです。じゃあ一旦閉めて、また何か個別とかにありましたら、で、メディア、こういう会見も私本当初めてで不慣れなんですけれども、また今後も2回3回とやっぱ続けなければいけないような状況になってくると思いますので、また引き続き、よろしくお願いします。お集まりいただければと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。